皆さんこんにちは、日本ライトハウスの松本です。だいぶ暑くなってきましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか。今日は iPhone アプリと関連グッズを組み合わせて身の回りのものを管理する方法を紹介します。今日ご紹介するアプリは、今 iPhone で起動してトップ画面を見ていただいてますが、モノタグというアプリになります。もし App Store で検索するときは、ひらがなでモノタグと入れて検索を実行していただくと出てきます。これを開発している会社は株式会社コネクトドットという京都にある会社です。無料でアプリは入手できます。先ほどのモノタグと、合わせて使う関連グッズは、この専用の NFC タグになります。モノタグ専用の NFC タグで、まず1つ目がキーホルダータイプ、それから2つ目がこのクリップタイプで、3つ目がちょっと衣類タグ、これが、衣類用洋服に貼るためのタグで、最後がいろいろなものに貼って使うことができるシールタイプのタグになります。これらすべて NFC タグといいまして、 iPhone についている NFC 機能と連携させて、使うものになります。 iPhone の中でも NFC が搭載されている機種に限定されます。これは iPhone7 シリーズ、 iPhone8 シリーズ、iPhone10 シリーズ、それから、最近新しく出ました iPhone SE、第2世代、が対応しています。はい、ではまず、モノタグを、立ち上げてみます。家電タグオブシングスモノタグアプリ、はい、といったようにタグオブシングスモノタグアプリと、アイコンには音声が出ますので、これを選んだらダブルタップします。警告、スキャンのスタート、スキャンの準備ができました、はい、開きますと、もうすぐにスキャンの準備できましたというので、今日はここに洋服を4枚すでに、タグを貼っているものを用意しておりますので、これからじゃあこの最初の2枚ですね、例えばこう洋服って色がわからないときに、この2枚同じ種類の服を今並べているんですが、どっちが何色かなってわからないときに先ほどのタグが活用できます。で、タグを、洋服に選択表示のところに貼っていますので、そこを触ったら iPhone をこの選択表示の部分のところにこのタグに合わせて認識をさせると、今認識しました。シングスモノタグアプリ、ライトピンク半袖ボタンダウンシャツボタンという形で、今これはライトピンクの半袖のボタンダウンシャツというのが分かりまして、右側に弾いていくと、例えばまあ公園という、ブランドの名前を、これは自分で登録をしているというものになります。 で、ではもう一つ、もう一つ自分で登録したこのもう1枚の方はじゃあ何色なのかなということで、もう一度、登録をしていきますが、これ認識をした後戻るボタンというのがあるので、ここで戻るとまたすぐに、スキャンできる状態になりますので、ちょっとごめんなさい、洋服をこっちですね。でタグのところ、これは選択表示は洋服の上からで大丈夫です。タグのところを認識させておいて、55%、ちょっと待ってくださいね。はい、認識しました。タグオブシングスモノタグアプリ、ライトブルー半袖ボタンダウンシャツ、はい、ボタンとするとライトブルー半袖ボタンダウンシャツというふうに言いました。これで、自分が今日はライトブルーを着たいと思ったら、この2つを読ませて着たい方を選んでいただくということができます。で、今、ライトピンクやライトブルーというふうに読み上げましたけれども、これは、自分で、登録をしていきます。
なので後で登録の仕方については紹介をしていきます。で、あと残り2枚ですね、同じも今度はまた別のものを2枚ここに置いているので、これもじゃあ認識をさせてみますが、で1枚は、タグをやはり同じように選択表示のところに貼っているので、タップオブシングスモのタグアプリ、半袖ボタンダウンシャツブルーボタン、はい、で半袖ボタンダウンシャツブルーというふうに言いましたので、これでわかると。で最後のもう1枚はですね、実は、これには選択表示をところにまだシールを貼っていません。なのでこれでタグがあるわけではないので、こうやってやってももちろん認識はしないという形ですね。で認識しないということは、これは自分が、今何色の服かわからないので、例えば着たいなと思った時に、頭の中でこれは何色だったかなっていうのを、見分けることができないという時に、先ほどのモノタグアプリ、モノタグをシールに貼って自分で登録して管理をしていく、という形になります。このモノタグのいいところは、例えば iPhone には色を認識するアプリなどもいろいろありますが、やはりこう光の加減で色の認識をきちんと読んでくれないこともありますが、これらであれば自分で自分が分かるように、登録ができるので、認識をした時に自分の、感覚で、登録した言葉で表現されるので、すごく分かりやすいかと思います。はい、ではこの後実際にタグを登録していく方を、方法を紹介していきたいと思います。では実際にタグを登録する方法について紹介していきます。まずは、衣類用のタグ、このタグですね、これを、洋服に貼っていきます。まずこのタグは、衣類用は裏側にシールがある、両面テープがついていて、ちゃんとこれ選択しても取れないような強力な両面テープがもともとついているので、剥がしたら洋服の中にある選択表示ですね、こういう選択表示のところを、袋になっている場合だったらこの選択表示の袋に中に貼っていただければいいですが、こういう場合だったら、この上のところにペタッと貼ります。これでもう登録、まず洋服に貼り付けが終わりました。で、終わったら、モノタグのアプリの方になります。はい、まずアプリの方で、モノタグのトップ画面のところを見ていくと、スタート画面と言ってますが、右フリックをしていくと、スキャン開始ボタン、ジョイロクボタン、タグ登録、編集、複製、削除ボタン、はい、タグ登録、編集、複製と言いました。ここを使います。ダブルタップします。警告、スキャンの準備、スキャンの準備ができました。そうするとスキャンの準備ができたというので、今貼ったタグを読み込ませます。カメラをかざすと、タップオブシングスモのタグアプリ、新規登録内容の入力画面、はい、そうすると新規登録内容の画面が出てきましたので、ここで一本指で右フリックで移動していくと、登録ボタン、まず登録というボタンが一番上にありますので、これは飛ばして右に弾いていって、イメージ画像が登録されていません、はい、ダブルタップで画像の取り込みメニューを表示します。写真も登録したい方は、洋服のシャツ写真を撮っておいて登録することもできます。このまま右に弾いていきます。物の名前入力欄、必須項目、タグ表示画面で読まれます。はい、物の名前と言ったのでダブルタップで開いて、物の名前入力欄、必須項目、タグ表示画面で読まれます。はい、ここに入力をしていきます。ではここに入力してください。入力が完了したら入力終了、ここに完了、ここに入力してください。ここに入力をするんですけれども、この服は、ラベンダー色の半袖のボタンダウンになるので、例えばラベンダー18 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 18
なタッチ小文字で半袖半分の半袖半分の半半ば振り袖の袖で全部こうやって指でタッチして入力する方法もありますが、まあ音声で入力もできるので、ちょっとボタンダウンシャツっていうところだけは音声入力にしたいと思います。ボタンダウンシャツ、挿入されたボタンダウンシャツ、はい、と入力したので、ラベンダー半袖ボタンダウンシャツ、はい、入力した文字今読みましたので、これで入力終了ボタン、左フリックで入力終了というボタンに行ったら、ここでダブルタップします。入力終了。物の名前入力欄、必須項目、タグ表示画面で読まれます。次、一本指で右フリックすると、詳細情報、ここは例えば、ダブルタップして皆さんが、例えばこれを買ったお店の名前とか、このサイズとかですね、そういったものを、追加で登録しておけば、同じ服を色違いで買いたいなと思った時にサイズとかが分かっていれば後で買い足すこともできると思います。これは僕はここはで簡単確定で、ちょっと自分は買ったお店を登録しましたので、また左フリックで入力終了に行ってダブルタップします。これで登録が完了しましたら、最後左フリックで登録というところに行ってダブルタップします。登録、ラベンダー半袖ボタンダウンシャツ登録しました、はい、登録しましたと出たので、右フリックをしていくと、このままタグ登録を続けますか、はい、他のタグ登録を続けてするかどうか聞いてきているので、終了に行きます。続ける終了、はい、ボタンスタート画面、はい、以上で登録が完了しました。では実際に今の服を読み取ってみたいと思います。スキャン開始ボタン、はい、右フリックすると、スタート画面のところにスキャン開始というのがあるので、ダブルタップすると、英国スキャンの準備、はい、ではこれでタグを読ませると、はい、タップオブシングスモのタグアプリ、ラベンダー半袖ボタンダウンシャツボタン、はい、という形で登録が完了しました。ということで、同じ服でも色違いのものを持っていた場合は、このような形で、自分で好きな読ませ方で登録して管理ができるというものになります。今日は物を管理する便利なアプリということで、モノタグ、それと関連グッズのモノタグ専用の NFC タグの、紹介をしました。で、今日洋服に貼っていた、タグも含めまして、すべて日本ライトハウス情報文化センターサービス部で販売しています。モノタグ、衣類用のタグは10個で900円、20個になると1700円という形で、少しずつ割引もあります。その他、このキーホルダータイプの、タグにつきましては、5枚で、460円、このキーホルダータイプのタグ、どのような時に使えるかというと、キーホルダーですので、もちろん鍵につけることもできるでしょうし、何か、物にこうつけられるもの、ここには輪ゴムを通して、例えば調味料などにつけてるという方もいらっしゃったりします。それからこのクリップ用のクリップのタグ、これは3個で500円という形になっています。このクリップも何かこう、例えば袋のところにペタッとつけるとか、ハンガーにですね、コートなどハンガーにつけてるところにこれをペタッとクリップで挟むというような使い方をされてたりする方もいます。で、最後にこちら、シール用のシールのタグなんですけれども、これは、10個シールがついて370円になるんですけれども、これですね、例えば CD や、実際に活字印刷された印刷物などの、もの、に対してシールを貼って、この登録をしておいて、これが何の CD か、これは何の本かっていうのが分かるようにするというふうに活用されている方がいます。
今お伝えした値段すべて税込みなんですけれども、もし通信販売ご希望の方はですね、別途送料が必要となりますので、またライトハウスにお問い合わせいただければと思います。ぜひぜひ皆さん、いろいろなものを管理して自分で、いろいろな、ものが見分けられるように、していただけたらなと思います。今日は便利グッズ、NFC タグと組み合わせたモノタグアプリの紹介をしました。ありがとうございました。